なるだけ端の方を持ったらいいよ。よいしょ。いる？よいしょ。製材屋さんが今木を運んできてくださいました。今運んでくださったこの木は、薪用ですかね。薪とかに使うこういう、まあ普通の板としては使えないところというか端材のところかな、薪にする薪で使える用のところを運んできてくださいました。次はいよいよ製材していただいた木材を運んできてくださいます。すごいですね、これだけあれば薪にはしばらく困らなそうですね。このように針金でまとめてくださっているので、このままチェーンソーで、薪の長さでザクッと切れば一気にもう量産できるって感じですね。薪が本当にありがたいです。ありがとうございます。
かなり色が変わった。剥いた時とより味が出た。うん、模様がね、ひょうみたいな。裏もうん、いいね。柿の木、カシの木、これはそのヒノキのあのゴム板に取ったのかなですかね。これが20枚ぐらいあったのかな。何年か18枚ぐらい。ネタ付きのも含めるんですけど、なるだけ端の方を持ったがいいよ。よいしょ。いいの？
きだけど。ある程度種類ごとちょっと分けといた方がいいかもしれないね、はい、まあこういうそのただの広い田はいいでしょうけど、これらとかこういうのってそのカキも違うし、これを使いたいけどこれどかせない出てこんとかね、なのである程度ちょっと大分どこでいいんで分けといて、じゃあね、はい、いいかなと。とはい、ありがとうございます。はいはい、はい、よっしゃ、よし、じゃあ今日これで、はい、ありがとうございました。ほいじゃ、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。引き続きほいじゃ頑張って、はい、はい、ありがとうございます。無事製材を運び終わりました。今はとりあえず仮でこう置かれた状態なので、ここからまあ簡単な小屋ではないですけど、まあ雨とかから防げるためのまあ簡単なこう柱立てて、上にトタンで屋根つけてって感じのものを作っていきたいと思います。まあ、とりあえずは今回は無事運べたというわけで、そうだね、はい、今日のところはここまでにしておきます。製材屋さん本当にありがとうございました。ありがとうございました。これがね、何に変わっていくかちょっと楽しみですね。はい、では、本日の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。本日もご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。こちらのチャンネルでは年内チャンネル登録者数10万人を目指して今年も頑張ります。引き続き応援をよろしくお願いします。よろしくお願いします。